コロナ前の。あの、これとか、2年前ですかね、これ。ヤギはもうコミュニティとかに来るとかいうことじゃない。概念みたいなもんで。岡本零士さん、岡本零士くんが筆頭に始めた。イベントも、もちろん DJ クラブイベントもやるし、展示もギャラリーとかでやったりとか、アーティストキュレーションして、いろんな人集めてみたいな。トレイジ君ですね。楽しそう、この時。メンバーがいないんですよ。その、みんなで楽しいことできる場所を提供する名前がヤギっていう感じで。本当になんかそれを商業的なものでこうなんかビジネス的なものではなくて、本当に楽しいことを、かっこいいことを、カルチャーを発信しようっていう場ではあるので、レイジ君は本当にそう思います。憧れます。憧れてます。すごい尊敬し、リスペクトします。ああいう人がいるから、僕らがこうやって、いろんな人にこう、知られたし、レイジ君きっかけで人脈もすごい広がったんで、本当に彼はすごいと思いますよ。